モババアたちやばすぎる。そうだねー、うまそうだねーって。食べっ子小動物くんってマジで顔かっこいいね。ちゃんエリカさん、女性の方です。ようやく新コーナーを考えてまいりました。こんばんは、いっぱい動画上げてごめんね、モルゲンです。モルゲンのメンダコピースラジオ第13回です。いや、先々週の日曜日から今日にかけてこのラジオを含めて4本動画を投稿しています。すごい。 いや、1ヶ月全く何も投稿せずという魔の6月を経てこのラッシュということで、こいつ金なくなったんかなって思われても仕方のない怒涛の投稿をしてしまいました。いや、なんかいつも上げたい時に動画上げようと思って投稿するから、なんかもちろん全然動画上げられないタームに入ると、あ、上げなきゃわーってとはなるんだけど、でも今回のこの一連の流れで、あ、全然上げられない時が来てもいずれ抜けられるんだなってことが分かったから、本当に投稿したい時に投稿できればいいなと思っています。もう本当にムラがあるのは申し訳ないのですけれどね、本当にごめんなさい。今週あげたのが花火の動画と、あと喫煙者を落とすテクニックのやつですかね。なんか、あ、そうだそうだ、なんか花火しよっかなーっていう動画で、なんか最後にそこら辺にいた大学生集団に膝枕をしてもらうっていう神イベントがあったんですけど、あれ普通に女の子ですからね。マジで。そう、まあ公園で私が一人で線香花火とか端っこの方でやってて、でそこら辺にいた大学生の集団にちょっと仲良くなるみたいな感じの流れがあって、なんかそのコメント欄でなんかちょっと物議、まあそこまで醸してないけど、なんかおもろいとかじゃない、ただのビッチやぞそれみたいなコメントがあって、あ、マジかよと思って、あ、ごめんと思った。なんかまあその確かにあの展開の突飛さに対しての説明不足がかなり至らなかったなと思いました。普通に女の子です。てかまあ女の子だからとって、男の子だからとってという話はまああるけれども、まあ、そこら辺の話すると長くなっちゃうからしませんけども、でもなんかマジでな、確かにこう私が今まで動画で強調してきた、なんだろう、私のパーソナリティとはまた少し違う面を出してしまったのかなとは思ってて、なんかね、たまにああいうことしてしまうんですよね。なんか元気な時に知らない人に話しかけちゃうとか、ちょっと仲良くなりたくなっちゃうみたいな、なんかマジでその場限りの人っていうか、もう今後の人生で一生会わないであろう人の前だとなんか無敵になっちゃうんですよね。これちょっと、やばいかもしれない。よくないの。よくないと思うんだけど。でも結構ね、それがきっかけで仲良くなって、で、関係続いてる人とかもいるから、まあ、ほどほどに。まあ、危なくないぐらいの、人間、楽しんで生きていけたらと思っています。でもなんかごめん、本当にごめんね、なんか皆さんの胸中をお騒がせしてしまったかもしれません。本当に申し訳ありませんでした。なんか同じ動画のコメント欄かな、なんかね、あ、あった、そう、これだ。彼氏がこっそりモルゲン見てるの多分一番嫌だな、俺男だけど。わかるめっちゃわかるなって思いました。なんかね、てか前々から結構思ってはいたんだけど、私ももし私がモルゲンじゃなくて
て彼氏がいて、で彼氏がモルゲン見てたら、なんやねんこいつって絶対思うから。まあ、た例えば私が女の子と付き合ってて、でまあ女の子と付き合ってて、その子がモルゲン見てたら、まあどうなんかな、どうでもそれも嫌だな結構。まあでも女の子のソロ YouTuber だったら基本的にははぁってなるのかもしれないけど、なんかねえ、いや私も嫌だまあその内容もそうだし、この規模感もあるとは思いましたね。なんか50万人とか登録者いたら、まあまあというか、まあ、みんなも好きやしみたいな感じだけど、10万人って全然本当はそうじゃないんだけど、あの なんでしょうね、見つけに行ってる感みたいな、本当に好きじゃんみたいな感じが出ちゃいそうな気がするな、10万人はあとこれは全然ないけど、つながれるんちゃうかみたいな思っちゃうかもしれないな。だから本当にたまに彼氏がモルゲンさん好きで、で私も見始めたら好きになっちゃいましたみたいなお便りをくれる方が本当にたまにいらっしゃるんですけど、それなんか一番嬉しいかもえも言われぬ気持ちになりますね。はい、本当にごめんなさい、もう全国のモルゲン視聴者の彼氏を持つ皆さん、本当に申し訳ありませんでも彼に罪はない、今週の一瞬ちゃがそう、なんかいよいよ喉がやばいんですよね。なんかずっと慢性的にあの喉壊してて、ちょっとなんかずっとだらだら風邪ひいてんのかな、だけどちょっと今日今週聞きづらいかもしれない今週の一週間は、あの君たちはどう生きるかを3回見た3日連続で見ましたな。私はね結構大好きです、本当に好きかも。公開されてからまだあんまり経ってないでしょうから、ネタバレとかはしないですけど、なんかねそのツイッターで、私ツイッターのアカウントが2個あってそのでっかい方は今1万6000人ぐらいフォロワーがいて、でそっちはなんかね宣伝動画出した時に、動画投稿した時にリンク貼り付けて宣伝するよっていうか、昔はね普通に他のツイートとかもしてたんだけど、なんか1万6000人が見てるんだと思ったらなんか萎えてきちゃってマジでどうでもいいツイートとかは、そのもう一個のねちっちゃいアカウントの、でかいアカウントのそのプロフィールのとこに貼ってあるアカウントの方でつぶやいてるんだけど、そっちのアカウントの方にそのインスタの私のリアルのアカウントの方のストーリーに載せた君たちはどう生きるかの感想をスクショしてつぶやいたんだけど、マジでねあのババアたちやばすぎるやばい、え早おこんなにおばあちゃん書かなくてもいいよって思いました。マジで面白かったですね。見た方にしか伝わらないと思うんですけれども、あの私の推しババア、ワンピックババアはいつも、あ7人組のねおばあちゃんたちが出てくるんだけど、そのいつも真ん中ら辺にいる、そのメガネかけてて、で歩くときに手が左右に触れるババアですもしこれから、君たちはどう生きるかご覧になる方がいらっしゃったら、あなたの推しババアをぜひ見つけてください映画のストーリーとか本筋とかに触れずに感想を一つ言わせていただくなら、結構ね今までジブリ作品で監督とかその作家とかやってた人たちの息遣いを感じるっていうか、その面影みたいなものが見えるようなアニメーションだったなって思って感激でしたね。結構
エンドロールもね、圧巻だしね。本当にそうそうたるメンツが携わっているから、エンドロール見てるだけでも結構楽しいかもしれないです。うん。でいつかもうちょっと時間経ったら、君たちはどう生きるかのストーリーねに触れて語れたらいいなと思います。私はね、米林監督がジブリにいらっしゃった方の中では一番好きですね。うん、思い出のマーニーとか仮暮らしのアリエッティとかの監督の方で、うん、米林監督の感じもなんかちょっとあってよかったなと思いました。まあ3回見たわけですけれども、その1回目見たのがさ、そのこの前の3連休の最終日ぐらいかな。でしかもショッピングモールの中の劇場だったから、もう満員だったんですよ。ちょうどお昼過ぎぐらいのいい時間帯で、私いつもその映画見るときに、予約するときに絶対端っこの席にするんだけど、もうやむを得ずめちゃめちゃ真ん中の席になっちゃったんですよね。そこだけポツンと一席空いてて、で、まあ、映画館行って、でいざ座ったら、その並びがカップル、私カップルで、ふふんってふふんって思ったんだけど、右側に座ってたカップルが、まあ、もちろん映画中静かなシーンもいっぱいあるじゃないですか。でもその静寂の中でも臆せずにポップコーンを食べられるカップルで、こいつら強すぎるって思ったなんかちょっと、あ、うるさいなとかよりもすごいかもと思ってちょっと尊敬しました。なんかで、その劇中で登場人物がタバコを吸うシーンがあるんですけど、しかもめっちゃ美味しそうにね、吸うんですよね。で、そこで、そのカップルの、右側のカップルの男の子の方が、うまそうって、つぶやいてて、そうだねーって、うまそうだねーって、なんか、マジでショッピングモールの中の映画館って感じだったかもしれないですなんか楽しかったな。なんかそのいつも結構ガラガラの映画館の端っこで映画見てるから、うわー、なんかみんなで一緒に映画見るのも楽しいですねって思いました。すごい楽しかったです。君たちはどう生きるかね、宣伝全くしなかったっていうのも、なんかほんとジブリぐらいでかくないとできないことですからね、きっと広告会社は放送を噛んでいることでしょうね宣伝させてくれや、なんで宣伝させてくれへんのや悔しがっていることでしょう。うん。でもまあ現時点だと結構今年ベスト映画かもしれないです。本当に好きです。ぜひまだご覧になってない方はご覧になってみてください。ということで、じゃあお便り読ませていただきますわ食べっ子小動物さん、23歳男性の方です。俺は顔がとてもかっこいいのですが他の人から顔を褒められた時の反応、過去リアクションに迷い続けています。認めたり、否定したり、話をそらしたり、いろいろやってみましたが、未だにどの反応がいいかわかりません。モルゲンさんは顔を褒められた時、どう反応していますか？俺の顔がとてもかっこいいばかりに、答えづらい質問をしてしまってすみません。よろしくお願いします。こいつ。ありがとうございます。いや、わかんないけど多分本当にかっこいいんでしょうね。うん、なんかあんまりその男の子にお世辞で顔かっこいいって言わないような気がしますね。なんか女の子同士だと、まあ、かわいいって言われたら、いや、あらがれちゃんの方がかわいいよみたいな返すみたいな文化あるのかな、まあ、あるのかもしれないですけど、男の子にあんまりお世辞で言わないような気がするからな。いや、でもこれ私はその最適解あります
や本当に顔がかっこいい人がいて、まあ、一番かっこいいって思うのは、あ、じゃあ例えば、え、食べっ子小動物くんってマジで顔かっこいいねって言われたら、ありがとう、え、よく言われる、え、嘘、冗談、え、めっちゃ嬉しい、これですこれかな、これが私は結構ね一番かっこいいかなと思います。なんていうか、こう下げてあげるというか、あっちがこう褒めてきてるじゃないですか、だから上げてくるじゃないですか、一回上げられたら一回こっちで下げて、でまた上げるが最適かと思います私は結構顔を褒めてもらえたら、え、ありがとうってめっちゃ喜ん ですぐ別の話題をこっちから切り出すかな。だからすぐに話題をそらしちゃうかもしれないですね。うん、でも私は顔がかっこいい人間は大体何言っても大丈夫だと思うなんかこの前友達と話してた時になんかね、そう、こういう話になって友達が言ってたんだけど、うん、顔がいい人間は何言っても大丈夫だよって言ってたから、うん、どんな反応してもきっと大丈夫だと思います。でもね、かっこよすぎるとね、謙遜してもあれってなりますからね、きっと難しいんでしょうね。うん、はい、顔がかっこよすぎる食べっ子小動物さん、頑張ってください。ありがとうございます。次、猛毒キュートさん、20歳女性の方です。モルゲンさん、こんばんは。こんばんは。初めてお便りを送らせていただきます。徒歩1分ほどのところに住ん、あ、ま、あ、徒歩1分ほどの場所に住んでいる女の子のお友達の話です。その子とは小学2年生の頃出会い、中学卒業まで毎日一緒に登下校をするほど仲良くしていました。自分を犠牲にしてまで人に尽くす不器用な優しさを持つ彼女のことが私は大好きでした。それはもう彼女の友達が私一人だけになりますようにと本気で願っていたほどに。それぞれ異なる高校に進んだ後も近所で見かけては引き止め、お互いの学校生活を共有し合いました。優しい彼女は私のマシンガントークを嫌がる顔もせず聞いてくれました。しかし大学に入ってから彼女を見かけることはパッタリとなくなりました。事前に約束をして会うような関係ではなかったため、私もわざわざ連絡を取ることはしませんでした。成人式で会えるかと期待しましたが、彼女は来なかったようでした。そんなある日、偶然彼女のインスタグラムを見つけたのです。ハッシュタグ自撮り界隈が付けられた投稿には、まるで別人の彼女が写っていました。一重まぶたは平行な二重に整えられ、涙袋にはなめくじが買われていました情報を駆使して調べてみると、大学を辞めガールズバーで働いているようです。彼女は変わってしまったんだ。幼稚園の先生を目指していた優しい目の彼女はもういないんだと傲慢にも泣いてしまいました。そんなことを思える立場ではないと分かっているのに、見た目が変わっただけで性格は変わっていないはずだと思い込もうとしましたが、彼女のブログを読むとそうでもなさそうです。優しい彼女が好きでした。変わってしまった彼女を見るのは苦しいです。それなのにインスタとブログを見漁ってはあの頃と変わらない部分を探し続けてしまいます。モルゲンさんに相談です。どうすれば変わった彼女を嘆くことをやめられるでしょうか。長々と連ねてしまい申し訳ございません。お読みいただきありがとうございました。ありがとうございます。これはどうかな。なんかパッと一回この文章を読ませていただいた時に、もう勝手ながら私が思ったことは、いや本当にマジで変わってしまったかどうかは実際に会うまでわからないと思います。うん、このブログの内容気になるな。何書いてたんだろうね。でもこれあれかな、なんかガルバのそのお店のブログなのかな、個人でやってるのかな、わかんないけど、もしそのガルバのお店のブログだったとしたら、それを読んで
変わっちゃったな、中身まで変わっちゃったなって思うのは、まあ、早慶のような気もします。大学を辞めてって相当ですからね。なんかすごく大変な事情があったのかもしれませんね。早く会えばいいんじゃないかなと私は思いました。多分だって連絡先は持ってるわけですよね。多分私は多分そう簡単には人間変わらないし変われないって思ってるからな。でもこう実際に会って本当に彼女が変わっちゃってて、あの頃好きだったこの子はもういないんだなって本当に分かってしまったら、よりショックを受けちゃうかもしれないですよね。多分それを危惧してるんだと思うんですけど、でも私は変わってないと思いますよもちろん変わったところもあると思いますけれど、その人の何でしょうね、なんかマシンにあるものっていうのはずっと変わんないんじゃないかなと思います。もし本当に変わっちゃってたら変わっちゃってたで、なんやねんってマジで変わってしまったなーってすっぱり諦められるような気もするけどね。嘆くことをやめたい、嘆くことをやめたい、もう会うしかないと思います。はい、すいませんね、こんな誰でも言えるようなことを言ってしまって申し訳ないけれど、私は変わんないと思うよ。次、4文字さん、22歳女性の方です。モルゲンさん、こんばんは。こんばんは。突然ですが、私のバイト談を聞いてください。私は塾でバイトをしています。私の塾は結構緩く、授業中にご飯を食べても成績さえ良ければいいよみたいな感じで、先生と生徒の距離がとっても近いアットホームな塾であり、私も一応先生として日々生意気な小中高生と仲良く戦っています生意気なガキンチョどもは全然宿題を出さないので、最近私は宿題を提出するたびにアメちゃんを渡して餌付けをして宿題を出させるという戦法を取り入れました。提出率も上がり、しめしめと思っていたところ、小学生の T 君、ジャニーズに行けそうなほど顔が整っているマジのイケメン、しかも秀才が私に、飴を渡して提出率がいいのは少しの間だけで、もっと本質的に理解させないとダメだと思いますと言い放ったのですそれから続けて、あと質問なんですけどと言ってきました。受けたショックが大きすぎて質問が頭に入ってこず、今時間がないから、後で持ってきてと弱々しい情けない声で返事をすると、じゃあいいですと、またも冷たく言い放たれてしまいました。絶対嫌われました。モルゲンさん、こういう子供はどうやって手なずけることができますか？あと、勝手にジャニーズの選考会に書類を出してもいいと思いますか？はい、ありがとうございますなんかアニメに出てくる天才の子供みたいですね。天才やりやり系主人公のひねくれた幼少期と言いますかでも飴を渡して提出率を上げるっていうのは結構賢い作戦だなと私は思いましたけれども、そう、なんか最近高校時代の友達と久しぶりにこう電話で話して、その子はね、個別指導塾でバイトしてて、で小学5年生の子を受け持ってると。でもそいつがめちゃくちゃひねくれててやばいみたいな話をしてくれて、なんかね、ひねくれてるっていうか、だいぶクソガキで大変みたいな話をしてて、なんかマジで私そのエピソードを聞いて、なんか、ああ、私ひねくれた子供のスターになりたいってめっちゃ思ったんですよねなんか変で、なんかちょっと変で、私は、僕はみんなとは違うって思ってて、ちょっと雰囲気の浮いた雰囲気のある子供に憧れるような存在になりたいってめちゃくちゃ思って、なんか別になんかそういう子供たちを肯定したいわけでも否定したいわけでもなくて、ただただ私を見ろって
なんか先導者になりたいってめっちゃ思ったんですよね。それもなんかね、なんでかって自分で考えたんですけど、そのなんか多分この私自身がこの私の中にいるそういうクソガキ的な面を納得させながら生きているからのような気がするかもと思って、多分その私の自意識の中にきっとみんなとは違う自分でありたいとか、ちょっとは多分そういう気持ちがあって、でそういう、そうじゃなかったらきっとね、YouTube は選んでないと思いますし、まあでもみんなそう思ってんのかな、そう思ってる人も多いと思うんですけど、まあ、なんか特に私の視聴者の方なんかはそうじゃないかな、これはディスりじゃないです全然バカにしてないです、本当に全然、はい、あのすみません、でもまあみんな思ってると思うんですよね、きっとみんなとは違う自分でいたいっていうのは。でもそのみんなとは違う自分でありたいっていう自意識は、なんていうかな、そのままの強度で発露させたらダサいからこうなるべく自分の中で薄めたり違う形に変えたりして、私はアウトプットしているというか、例えばもうだいぶ極端な話だけど、もう実績を出すとか、もう結果を出して結果でみんなとは違うことを証明するとか、だからそういう、なんでしょうな、加工をせずにみんなと違くありたいと願ってそのまま行動するのがクソガキであって、そういう子供らにね、その処世術をこう私に学んでいただきたいというような気持ちがありますと思って、すごいきしょいなって思ってたんですけど、待って、めっちゃ違う話しちゃった、そうだっすな、そうだっすな、 T 君は大人びてるから、だいぶ大人である4文字さんからその自分と対等に扱われてないっていうことに対して不満を抱いてると思います。子供扱いされてるっていうか、まあ子供なんですけど、だからマジで T 君を手なずけるっていうことだけにフォーカスして言うと、もう本当にまあ T 君だけ特別扱いみたいなことになっちゃうかもしれないんですけど、まあなんだろう、いやあんたにしか言えないけどさみたいなことを、 T 君だけちょっとやっぱり扱いを変える必要があるんじゃないかなと思います、手なずけるならば。もう完全に T 君と話すときはもう対等な大人として扱ってあげる、扱うようにするしかないんじゃないかなと思います。かもう授業で T 君もうならせるぐらいの圧倒的指導力を発揮するかですかね子供はね、結構すごいって思ったら簡単についてきますからね、かと思います。いや T 君創作すぎるだろ創作子供すぎるだろ。いいですね、こんな子に出会えた四文字さん、幸せでしょうな、幸せですよね、いいな。はい、ジャニーズに勝手に書類を出すのはやめましょう。はい、ありがとうございました、頑張ってください。次いちごミルクさん、15歳女性の方です。今日すごい女性が多くなっちゃうかも、すいません。今日テストがありました、期末テストの2日目でした。めっちゃびっくりしたんですけど、斜め前の席の子が人を飲んでたんです。手に3回人って書いて飲んでたんです。今まであんまり話したことがなかったのですが、話してみようと思います。その子はバドがめちゃうまらしいです。いいですねありがとうございます。いや、こういうお便りいいですね。だってなあ、知りたいもんな私はもう中学生活も高校生活も送れないわけですから、なんかね、中高生の皆さんのなんかこういうちょっと変で何気ない日常をください。このお便りね、なんかめっちゃ嬉しかったな。いや、手に3回人書いて飲むか、いや、だって本当にね、だって実際に見たらめっちゃテンション上がるでしょうね。
え、こんな純な人間って思いますよね、多分ね。いいなぁ、ぜひ話してくださいや。羨ましい。ありがとうございます。あの、栄養になります。次、じゃああと2個ぐらい読みますかね。くらさん、20歳女性の方です。モルゲンさん、こんばんは。こんばんは。いつも動画やラジオ楽しませていただいています。特にラジオから伺えるモルゲンさんが持つ他人への誠実さをとても尊敬しています。ラブです。ありがとうございます。以下、恋愛相談です。私は多趣味で対人関係に咲くキャパの割にコミュ力が高めです。そのためいいかもと思う子がいても、何度か会ううちに、この子は私のこと好きだし、この子にとって私は特別だなぁと思えるくらいには仲良くなれて、結局友達という関係性で満足してしまいます。最近初めて男の子でいいかもと思える相手に出会えたのですが、上記と同じような状況です。ただこれまでと異なるのは、彼女ができるのは絶対嫌と思ってしまうところです。唯一じゃなくてもいいけど特別な存在でありたいし、彼女というノイズ、かなり最低ですね、抜きでたくさん会って話して相手を無限に知りたいです。これが恋愛感情なのか分かりません。付き合う、友達のままでいる、どちらの方向性で努力すればよいでしょうか。ちなみに相手には打ち込んでいる創作活動がり、人間関係にはあまり頓着しません。いつか切られるんじゃないかという不安も今悩んでいる原因として大きいと思います。ぜひ大好きなモルゲンさんのアドバイスをお聞きしたいです。あと、彼はモルゲンさんのインスタをフォローしているので、もしかしたらこのラジオも聞いているかもしれません。お前だよお前。めちゃめちゃ長くなって申し訳ありません。季節の変わり目なので、くれぐれも体調にお気をつけくださいね。ありがとうございます。ごめん、季節の変わり目って言ってたけど、もうめちゃめちゃ夏ですわ。すごい読むのが遅くなってしまって申し訳ありません。これは恋だろう。これは恋愛感情だと思いますよ、私は。うん、いや、彼氏彼女ができるのは絶対嫌だと思うか否かが、その恋愛感情であるかそうでないかの明確な判断指標だと私は思ってます。うん、なんか独占欲が発生したら、それは100恋と呼んでもいいと思いますよ。相手のことを無限に知りたいです。これ自分以上にこの人を理解できる人間が存在しているっていう可能性に耐えられないんですよね、多分。でそれってなんか言い換えれば、その人にとっての一番になりたいっていうのと同じというか、そんな気がしています。なんかね、そうだね、いつか切られるんじゃないかとかは、人間関係を構築するときにはあんまり考える必要ないんじゃないかなと思いますよ。うん、今考えたって仕方ないしね。自分がいくら考えたところでそれは分かんないじゃないですか、そんなの。うん、だからあれかな、なんかよくある、その付き合っちゃったらいつか別れが来るかもしれないから付き合わない、友達でいたいってこと なのかなとちょっと似てるのかなって思うんですけど、まあなんかこのね、この論争あるじゃないですか。まあ論争っていうか、まあこういうことがあったとして、これに対して私がずっと思ってんのは、そのまあ恋人でいられた方が一緒に過ごせる時間はきっと長いし密度は濃いけど、こう人生を長期的な目線で考えた時に、より関係を持続させることができるのは友達で、まあ、持続させることができる可能性がね高いのは友達で、でもそれってなんか結局安定性の差しかないというか、まあ、結構でかい差なんですけど、恋人同士になることと友達関係を続けることのどちらにも同じだけの良さがあって、同じだけのデメリットもあるから、まあ、本当にどっちを選んでもいいと思うんですけど、今倉さんは明らかに
恋をしていると思うから、付き合うために努力をするという方向に進んでいいのではと私は思います。でもいるよね、なんかさ、その対人関係に割くキャパの割にコミュ力が高めみたいな、こういう人いますよね。こういう人、私も結構、でもどっちかというとそっちの寄りなタイプなのかな。あんまり結構友達も少ないし、そんなにね、たくさんの友達と関わってるわけじゃないけど、あ、これ全然違うわ。クラさん友達多いんですもんね。ごめんなさい、一緒にしてごめん。マジで違ったわ。こういう人すごいですね、マジで。おい、お前、本当に聞いているのか。あまり創作活動にばかり熱中しすぎず、人間関係も大切にするんだぞ。はい、ありがとうございました。いや、まあ本当にどっち選んでもいいと思いますけれども、私は付き合うために努力してみていいと思います。頑張れ、頑張ってください。ありがとうございます。続いて、次最後にします。ちゃんえりかさん、女性の方です。最近 Tinder を再開したら、ありがたいことにえりかちゃんですかってメッセージをくれる方が多くて驚いているのですが、それを言われてしまうとメッセージを返す気も起きないし、会いたいとも思わなくなってしまうのですが、どうしたらいいでしょうか。はい、あなたが Tinder をやめてください。以上です。ということで、なんと私ようやく新コーナーを考えてまいりました。いや、前回のね、なんかトークショー会みたいな企画から早何ヶ月ですか、4ヶ月ぐらいですかね、もっと経ってるかな。新しいコーナー考えるんごねーって言い残してから何も情報が出ず、文字化けした今。めっちゃ文字化けしちゃった。ということで発表します。新コーナー、ドゥルル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 デン、読書感想文を書こう。あんま変わってないし、そのまますぎるっていうね。まあ皆さん夏ですしね、中高生の皆さんなんかはもうそろそろ読書感想文の季節なんじゃないでしょうか。まあ、私がですね、実は読書感想文オタクを自称しておりまして、結構ね、まあ今でもいろんな作文コンクールの受賞作を毎年拝読したり読ませてもらったりしてるんだけど、なんかね、読書感想文が、まあ、もちろん一番好きなんだけど、学生の作文コンペってすごい好きなんですよね。中でもなんで読書感想文が好きかっていうと、なんかまあ一冊の本っていう一つの物語を読んだ上で、それを土台になんかもう一つ感想文っていう作品を作ってるって感じが、なんかちょっとおこがましいとでも言いましょうかね。なんかちょっといけないことしてるような気分になるんですよね。あんまり伝わらないかもしれないけど、なんかそのまあ一冊の本を書く労力に比べてだいぶ簡単に感想文って書けるけど、結構それだけで作品面ができてしまうっていうか、いや、これはその読書感想文が歴史とした作品であるっていう偏った認識の読書感想文オタクのたわごとかも知れない。まあ、すごい好きなんですけども、あと結構なんか勝ち筋っていうか、賞レースである程度いいところまでいける書き方のメソッドっていうのは、まあ、明確にあるんだけど、ちゃんとその上がなきゃトップにはいけないっていうか、まあそのプラスアルファが構成の妙なのか、語彙の豊かさなのか、まあ、センスなのか、なんでしょうね、伝えたいことの深さなのか、まあ、いっぱいあるんですけど、なんかお前はどれを武器にするみたいな感じで、いろんな戦い方があるのがマジで楽しいですね。書いてても楽しいし、読むのはさらに楽しいです。めっちゃ好きなんですけど、私が読書感想文を。
皆さんにね、読書感想文を書いていただきたいということでですね、2回に1回ですかね、今回がラジオ第13回なので、今日この後課題図書を発表して皆さんに読書感想文を書いていただいて、第15回で私が、全部読んでいいなって思ったものを発表するっていう1、2本ですかね、最優秀賞みたいなものを選出させていただきたく思います。で、感想文は普通に概要欄のいつものお便りのフォームに送っていただければと思います。字数なんですけど800字以内でお願いします。原稿用紙2枚ですね。これちゃんと書こうと思うとね、意外と少ないんですよね。頑張ってください。選ばれた方には、なんか私がね、前やったイベントの入場者特典で配った、もうなんかね、めっちゃ可愛いメンダコが書かれてるマッチがあるんだけど、それをプレゼントします。いる人だけね、いる人だけ、もし欲しいよって方がいらっしゃったらプレゼントします。だからもし選ばれて欲しい方がいらっしゃったら、なんかインスタの DM とかで名乗り出ていただいて、ご住所とお名前教えていただければ郵送しますので、よろしくお願いします。今回の課題図書、先に言うか、今回の課題図書がですね、宮沢賢治のグスコーブドリの伝記です。そう、なんかわざわざね、本を買っていただくのも大変でしょうから、青空文庫で読める有名で短いものがいいかなと思って、でかつ中高生が読んで読書感想文にしててもおかしくないっていう か、 なんかむしろかっこいいみたいな作品を選びたくて、なんかこういう、例えば宮沢賢治とかめっちゃ有名で、こう世代的にも幅広く読まれている作品でいい読書感想文書いてたらめっちゃかっこいいっていうか、もう書き尽くされたであろう作品で感想文を書ける凄さってあるので、なんかだって銀河鉄道の夜とかでさ、めちゃめちゃすごい読書感想文書いてたらめっちゃかっこいいと思うんですよね。だからぜひ中高生の皆さんは自分の宿題の読書感想文の参考にもしていただけたらと思います。私もグスコーブドリの伝記、小学生の時にアニメ化されてて、劇場アニメで、それ見たぐらいで、小学生の時に読んだのが最後だから、これから読みたいと思います。ふるってご応募お待ちしております。なんか別に全然賞レース用の書き方しなくて大丈夫ですよ。あんまり賞レース作文の書き方知ってる方いらっしゃらないと思うけど、なんかいろんな観点から読んでいきたいと思うので、すごいこってこてのなんか作文、前とした作文みたいなものを書いていただかなくても全然いいですし、オリジナリティを発揮していただいて大丈夫です。純粋に文章としていいものとか面白いものを選んでいきたいかなと思っています。よろしくお願いいたします。ってな感じですかね、今回は。いやー、この投稿ペース維持していきたいね。結構でも今なんかね、人生全体的に見て結構元気なフェーズに入ってるので、この元気なうちにいっぱい上げていけたらいいかなと思います。なんか元気だし、かつYouTube への関心が高まってるから、マジでね、今ちょうどいい感じですね、 YouTube 活動をするにあたっては。はい、喉乾いた、一回タバコ吸うかな、よいしょ。あ、そうだ、なんかそのイベントで、私6月の後半にイベントをやったんですけど、そのイベントでね、めちゃくちゃ差し入れでタバコをいただいたんですよね。でそのタバコの中、みんな結構ピースライトをくださる方が多かったんだけど、なんかね、しがりろをくれた方がいらっしゃって、しがりろってなんかね、葉巻の一種なんだけど、
なんか葉巻よりも軽め、まあ、軽めなんかな、軽めっていうか葉巻って結構30分ぐらい吸えちゃうんですよ1本で。でもね、10分から15分ぐらいで吸える葉巻をもらいました。これマジですごい。なんかパッケージがさ、チョコレートみたいな正方形のパッケージなんだけど、あれなんだよね、ドン・エステバンって書いてある。キューバセレクションって書いてあるよすごいなこれ。でもこれ調べたんですけど、これ20本入りで1530円、やばない？私がいつも吸ってるピースライトが20本入りで600円なんですけど、600円でも高いけどさ、1530円って、うわーマジでマジでこれ嬉しい、ありがとうございます。もう全部嬉しいけどね。これ吸ってみようかな。いや私初めて吸うんですよね。なんかこれうん、今開けたんですけど箱、なんか茶色のクーピーみたいあ、茶色のクーピーが20本入ってる。やばー、すごいな。これなんかインスタのストーリーとかに写真載っけときますね。すごーい、なんか本当にクーピーかもなんかね、一方の先端がちょっと狭まってて尖ってて、クーピーの先端かも。でもこれあれですよね、その吸い口が細い方の方なんですよね。こっちに口つける。吸ってみちゃおっかな。どうぞ皆さん、私のシガリラデビューをお見守りください。ちょっと窓開けていいですか、ちょっと外うるさいかもしれないけどこれ肺に入れちゃダメなんでしたっけ、口腔喫煙なんでしたっけ。吸ってみるか。あ、なんか独特な香りするかも。美味しそう、美味しそうな香りする。いただきます、いただきます。いただきますよね。はい、わあ、おお、あ、やばい、これ肺に入れるとやばいわあフィルターがね、葉巻はね、ついてないのでね、もうタールがそのままダイレクトに肺に入れると来ちゃうんですよね。あーでもめっちゃ美味しい。ちょっともう一回だけ肺に入れます。わー、なんか草原を吹き抜ける風のようかもなんでしょうね、渋みが結構あるんですけど、なんか爽やかだな、爽やかな渋みだな、なんか相反する2つの要素が混ざり合ってる感じがする。マジで草原っぽいかも。あ、やっぱ口に口腔喫煙、肺に入れないでおくとやっぱ鼻に抜ける甘さが際立ちますね。やばい、口腔喫煙下手すぎる。もう俺全部肺に入れてるから、これイキリとかじゃなくて、イキリとかじゃなくて、なんか口腔喫煙と肺喫煙を一本で混ぜながら吸う人も結構いらっしゃるんですけど、私めんどくさいから全部肺に入れちゃうんですよね。下手すぎるうん、後味がめっちゃいいな。でも結構苦いかも。これなんか葉巻だから結構扱いも難しいのかな。結構いただいてから時間経っちゃってるから渋みが出てきちゃってるのかもしれないですね。うん、あれだな、結構私が初めて紙タバコの美味しさを分かった時に感じたものと似たものがあるかも。てか似た味がするかもしれないです。わあ、でもこれ肺に入れた方が美味しいかも。でもこれ入れちゃいけないんかな、健康にめちゃくちゃ悪そうだな。
うめえ。ああ、ラジオ撮ってた。ということで、いやもう皆さんから本当にね、数えきれないぐらいタバコいただいたんですけど、マジで、あとワンカートン。になっちゃった。でもこれ冷静に考えておかしいんですよね。まだ1ヶ月も経ってないから、誰かパクっとんのちゃうかって思ってて、妹か私の家に来た友達かが誰かちょっとパクってんじゃないかなと思ってます。もし心当たりのある方がいたら早急に名乗り出てください。ということで、結構長くなっちゃったかもしれない。いや、ありがとうございました。ちょっともうちょっとタバコ吸います。最近めちゃくちゃ暑いですからね。なんかこの前、その大学で、まあ、その一日中外で作業しなきゃいけないワークみたいなものがあって、ずっと炎天下にさらされてたらもうめちゃめちゃ体調悪くなって、もう 目開けたら、まあ、知らない天井が、みたいな。まあ大学の天井なんで知ってるんですけど、ここはみたいな体験しました。もうマジで気をつけてください、熱中症には。ということでね、皆さん、あ、そうだ、あとごめんなさい。めっちゃ長くなっちゃう。そう、あの芥川賞と直木賞が発表されましたな。おめでとうございます。でもどっちもね、なんかそれぞれの候補作の中から2、3個しかどっちも読んでないんだけど、あの芥川賞を受賞されたあのハンチバックの市川沙央さん、私その文学界の5月号、文学界の新人賞をハンチバックが受賞して、私5月に文学界の5月号を買って、ハンチバック読んだんですけど、めっちゃ面白くて、めっちゃ、まあ、面白いっていうか、まあ何らかの賞を取るだろうなと思ってて、それがすごい好きな作品だったんで、その市川沙央さんがやってらっしゃるツイッターをフォローしたんですよ。そしたらフォロワー返してくださって、えぐい、私今あの芥川賞受賞作家にツイッターフォローされてる。これやばくないですか。やばいかも。だからなおさらあのでっかい方の1万6千人ぐらいいるアカウントの方ではなんかどうでもいいことつぶやけなくなってる。ぜひね、あのちっちゃい方のアカウントをフォローしていただければと思います。ハンチバックキレッキレで味は好きですね。なんかね、でも全体的にね、攻撃力の高い文章だから、攻撃力がある文章だから、まあ、なんか苦手な方もまあいらっしゃるんだろうなとは思うんですけど、私はもうかなり大好きです。芥川賞の候補作だと私ネームも好きですね、結構。まあなんかちょっと長くなっちゃう。皆様、暑さにはお気をつけてお過ごしください。良い夏を過ごせますように。失礼します。